サンタマリアデッタサルーテサンタ、マリアデッタサルーテ聖堂は、一般に、サルーテと縮めて呼ばれる、ベネツィアにある、カトリック教会のバシリカ、カナルグランデとベネツィアの型の一つ、バチノディサン、マルコの間に横たわる、狭い指状の土地の上に立つ。水上からサンマルコ広場へ上がる、玄関口の目印となっている、マイナーバシリカの地位であるが、美しい外観と、 顕著な履歴を持ち、イタリアで最も写真に収められる場所となっている。主催段階上から見た、サルーテ1629年夏に始まった、イタリア全土を覆った、国史病大流行は、ベネツィアを吸収し、それから2年かけて、人口の3分の1を失う結果となった。奇跡の提示が繰り返され、祈りと国史病に対する守護聖人生六個と、 セイロレンツォ・ジュスティニアーノへ捧げる教会の建設が同様に唱えられたが大流行は止まなかった。1575年から1576年にかけて続いた国史病流行で再度政治に捧げる教会の建設が求められた。当時アンドレア・バラーディオにキリストに寄進するイルレ伝統レの設計を依頼しており、1630年10月22日に ベネツヤ政府は新教会建設を宣言した。これは国史病撲滅や守護聖人に捧げるものではなく、様々な理由から共和国守護者の聖母マリアに捧げることが決まった。政府は毎年11月21日の聖母マリアの祝日を祝って教会を訪問することを決めた。これはマドンナデッラ・サルーテ祭として市の公式行事であり、 サルーテのあるサンマルコ地区からドルソドゥーロ地区まで国史病撃退を記念する行進が続く。カナルグランデ町の海は特別に船橋の上を渡っていくことになっており、今も主要行事の一つである。サルーテの場所にふさわしい記念碑の送検が望まれていたのはサンマルコ広場からのアクセスが容易であるからであった。八つの候補の中から現在の場所が選ばれたという。 サルーテは市の中心を象徴とするもので、一階は税関、またはドガナダマールと呼ばれる海上貿易の紋章を掲げた建物に近接して建っていた。ローマのベネツィアにおける代理人、そしてこの土地の所有者たる大使教座でないにもかかわらず、サルーテはこれらを圧倒し、1631年から一部を建設し始めた。外交官サルピト、ドージェのニコロ・コンタリーには、 教皇庁と強い連携をせずに済むよう、教会と手を結ぶ目的であったようである。最終的には、ベネツィア貴族がベルガモに創設したソマスカ会が、教会の管理者となった。競争で、建物が選ばれることとなった11の愚神の中から、たった2つだけが、最終審査に残った。建築家、バルダッサーレ・ロンゲーナの新教会設計図が選ばれた。聖堂が完成したのは、 ロンゲーナの死ぬ1年前の1681年で、ある、アントニオ・スメラルディとザンバッティスタ・ルベルティニの設計した応募作品は失われた。申し込みが未だ現存しており、ベッディの設計図とスメラルディの最初の平面図が、パラディオ建設のレデントーレ、3、ジョルジョ・マジョーレ制度を彷彿とさせる伝統的な反、宗教改革の戦場協会であることがわかっている。 バロターリーの設計図は、幾何学上の抽象を美術作品がスケッチしてあった。ロンゲーナの申し込みは具体化された、建築計画で構造と費用の詳細、設計における強きさですら伝わってきた。彼は以下のように書いている。私は、円形建築物としての教会を考えました。新たな創作で、ベネツィアにまだ立っておらず、非常に価値があり多くの人が望む仕事です。 この教会は聖母マリアに捧げられ、その献身の神秘を持ち、神は私に王冠の曲線の中の教会として立てるよう少々の才能を使わされたと私には思えるのです。結果としてサルーテ聖堂はどのやり方も目新しく、未だ古典的なパラディアン様式の影響とベネツヤアにあるドームに息吹を与えている。ベネツヤア政府は賛成票66票。 反対表29票、欠席2票で26歳のロンゲーナの設計を許可したのである。サルーテ制堂は巨大な八角形の建物で10万個の木片を組み合わせた土台の上に立っている。建材はイストリア産の石と丸森のである。その外面の装飾と制堂のある場所に目を奪われている間に内側の装飾自体に完全に驚かされる。八角形の教会は 古典的な表現様式、サンビターレ聖堂のようなビザンツ美術へ系統している。内装は、素材の多彩式化、欄干の上に、聖人像側になっている。珍しいデザインの中央本堂によって、建築的要素が、はっきりと仕切られている。聖母、マリアの象徴がそこここにある。大きなドームは、マリアの冠、落ちくぼんだ内装は、彼女の墓を表し、 八角形の八つの角と八辺は、マリアの象徴である星である、といった具合である。最後に、サルーテ聖堂のドームは、ベネツィアのシンボルの一つとされており、フィレンツェの大聖堂のドームやローマのサンピエトロ大聖堂のドームと、同じく、地を象徴している。しかし、これらの重厚な主要教会のようにではなく、サルーテ聖堂は民衆に対して清掃していない。 死の中の巡礼教会であり、商業校に入ってくる富を祝福する教会なので、ある。構造を王冠のように見たロンゲーナは、飾られた円形の建物を、より聖骨箱や生体容器のようにみなし、死の経験心を隠す聖杯に転化して誇張した。写真中央の主祭壇を含む内装バロック様式の高い祭壇の飾り付けは、ロンゲーナ自身でされ、十二世紀か十三世紀の、 ものとされる、ビザンツ美術の遺恨、聖母子が裏に隠されている。祭壇上の芝居がかった彫像は、国史病を追い払う天井の女王を描いており、これは、フランドル人彫刻家、ヨスデ、コルトの劇的なバロック様式の傑作である。この彫像の手本となったのは、アレッサンドロ・バルタリの描いた教会を抱く聖母の絵画であり、画家は建築家の申し出に従って描いたのである。 ティントレットは大きな道内保管所に自画像を含むカナの結婚の絵を寄せた。教会の所有する最もその典型となる芸術家は聖、コスマス、聖ダミアン、聖セ,セバスティアンと聖ロッコと共に王座につく聖マルコを描いたティツヤーノである。この絵は道内保管所の祭壇のついたて部分であり、ダビデとゴリアテ、アブラハムとイサク、カインとアベルなどの天井が 道内保管所すべてにある教会の博士たちと福音伝道者の絵本堂のペンテコストは同様に彼の作品である。ありがとうございます。